トルクメンバシ市はトルクメニスタンバルカン州の都市である。1993年まではクラスノボツクと呼ばれていた。カスピ海に面する港町で人口は5万1000人、住民はロシア人やアゼリー人である。標高は27メートル。トルクメニスタンの唯一の港町であり、アゼルバイジャンの首都バクウへのフェリーが発着する。また、 ウズベキスタンの首都タシュケントへのカスピ海、横断鉄道の起点で交通の要衝である。付近は石油や天然ガスが豊富で、市内に大規模な石油生成工場がある。1717 17年、ロシアの中央アジア探検家、アレクサンダー・ベコビッチ・チェルカスキーが、密かに上陸、この地に砦を構築した。アムダリア側がかつてはここでカスピ海に注いでおり、 乾いた川床が広がっていた。ヒバ韓国への軍事侵攻の拠点にする目的であった。しかし、計画は思うように進まず、一旦はこの地を放棄する。1869年、ロシアは再度この地に目をつける。グズルスと呼ばれた湾に町を建設、ロシア語の音で、クラスノボツクと名付け軍事施設を建設した。ヒは、ブハラ制圧とトルクメイン人支配が目的であった。 1920年、町は、赤軍の手に渡る。1993年、トルクメニスタン初代大統領サパルムラトニアゾフが、トルクメン人の長を意味する、トルクメン橋と、自ら名乗ると、この町を、自分のこの新しい故障に改名した。第2代大統領グルバングルベルディムハメドフの下で、リゾート地にすべく活発な投資が行われている。の気候区分では、 砂漠気候に区分される。冬季は冷涼であり、雨や雪が比較的よく降るもののまとまった量とはならない。晩秋から初春にかけては、降水が一年の中で一番よく見られる時期となる。一方、夏季は高温であり、日中は摂氏35度を超えることもあるほどである。それでもトルクメニスタン内陸部の都市と比較すると、極端な高温にはなりにくいため過ごしやすい。 夏季は乾燥しており、降水日数は月に2、3日くらいで、量も少ない。市内の南側、港のそばに、トルクメン鉄道のトルクメン橋駅がある。カスピカ横断鉄道の起点となっている。ありがとうございます。